あれ、待ち合わせ場所ってここだよね。小羽と秋人は？ああ、俺も今探しているんだが。あそこだ、建物の陰にいるな。え、小羽どうして泣いてるの？お、来たか。来たかじゃないでしょ、どういうことなのこれ。あ、泣いてたわけじゃないよ。さっき風が吹いた時に目にゴミが入っちゃって目薬をさしたところなの。なんだ、そういうことか。びっくりした。なんだよ。いや、なぜ建物の陰にいるんだろうと思ったが、風が来ない場所に移動したんだな。うん、東雲くんがあっちで待とうって言ってくれて。また目にゴミ入ったら嫌だろ。そうだな。ほら、全員揃ったんだ。とっととライブハウス行くぞ。